たった1回バス旅を休んだだけで、ああでもないこうでもないと言われてしまうのは、やはりバス旅は田川陽介さんが必要なのだからでしょうか。田川リーダーだってバス旅一本の仕事じゃないでしょうし、笑い。また対決旅も乱立しすぎてマンネリ化はありますから、別企画だって番組としては出さなければならない懐事情もあるでしょう。もしかしたら年末年始向けの調整かなと考えたりもしてしまいます。ではいつもの朝芸さん記事です。田川陽介がガチで引退か、看板番組異変続出でファンが確認作業の日々。田川陽介のバス旅、ファンが落ち着かない日々を過ごしている。それも毎週毎週。水バラの公式サイトを見てはため息を漏らしているというのだ。ちなみに水バラとはテレビ東京系で毎週水曜日に様々な特番を放送する番組枠だが、なぜそんなことになっているのか。テレビ指揮者が解説する。田川がメインを張ってきた旅番組から引退するのではないかという懸念があるからです。田川は10月12日の水バラ枠バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅13を欠席。バス旅を休んだのは初めてでした。それと前後して田川が出演しない旅番組が続いているんです。9月28日はバス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅13、10月26日は一歩一円ウォーキング対決旅が放送された。そして11月9日の放送は紅葉の会津那須へ絶景ルート 240km ぐるり一周対決旅が放送されることが公式サイトで発表されている。このぐるり一周対決旅の詳細なデータは10月31日現在まだ明らかにされておらず、出演者も不明なため田川が出る可能性もある。しかし昨年6月に放送された房総半島ぐるり一周対決旅に田川はいなかったので、やはり出ないと考えるのが自然かとなると、水バラで田川がいない旅が3回も続くことになる。これは水バラとしては初めてのことで異例の事態だ。このまま田川がフェードアウトしてしまうのではないか。現在63歳。最近は年齢からくるミスや判断力の低下が指摘されることが増えただけに心配です。前室テレビ指揮者ファンは今日もまた水バラのサイトを確認しているのである。